は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発千賀が松田さん。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいです。これが4球目。インサイド落ちました。左中間に強い打球。バッターは2番に入っている外。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。いきなり出ました。これが2球目。外れました。ボール先行です。打ちました。4番バッタービシエド、ヒットでランナーを一塁で、低め低めで来るでしょうね。ああ、そうですか。落ちる球できました。インコースに切れ込む変化球、併殺を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターのここも見送って、よく選びました。フォアボールです。得点圏にランナーを進めています。サインの手は上がらない。ボール、わずかに外れています。落ちるボール、見逃します。5球目は何で来るか。インコース決まりました。さあ、そして打席にはロペスが入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいです。初球打ち。さあ、そしてバッターボックスにはマルティネスが入ります。なるほど、そうですよね。初球いきなり、しっかり捉えた。スワローズ、バッターボックスには代打のモヤ。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあ、この先の展開を楽にするためにも、このピッチャーが変わります。マウンド、際どいコースへ投げ込んできました。引っ張った、ここでスワローズ守備を変えてきました。さあ、これからスワローズが守備につきます。バッターは秋山。まずは追いつくためにも、この先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール、見ましたが、これはストライク。146キロ、インサイド落ちました。打ちました。バッターは2番に入っている吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。さあ、そして打席には柳田が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖い。打ちました、流しました。レフトへ打球伸びる。さあ、そしてバッターボックスには王が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、ピンチは続きます。リードはしてますけど、バッター。さあ、そして打席には落合が入っています。さあ、なおもピンチの場面で、はいですね。なるほど、そうですね。レフト線へ持っていった。いい当たりでしたよね。ちょっとインコースは使いづらくなりましたよね。スワローズピッチャーが変わります。満塁の場面、また初球。さあ、そしてバッターボックスには小野さん。なおも満塁の場面が続きます。リードはしてますけど、どうなるか分かりませんから。いい当たり。代打を起用してきました。まあ、ここは相手が勝負に来てますからね。絶対に抑えないといけませんよ。そうですね。さあ、一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。変化球打った。いや、
ツの攻撃です。バッターは9番に入っているロメロ。スワローズ1点リードで迎える最終回です。これから2回スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打のウィーラー。赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。バッターは今日 DH に入っているバレンティ、バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。ここは中途半端。さあ仕留められるか。打者の内角をえぐるような投球でした。ファーストランナースタート、インサイド、弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスペタジーニ。先ほどのヒットはナイス。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース打ちました、いい当たり。ここはもうストライクは全部打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。インサイド打ち上げました、打球はセンターへ。ここでスワローズ守備を変えてきました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている城島。スワローズ1点リードで迎える最終回です。インコース詰まりました。バッターは9番元マルティネス。まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、初球打ち。打順は1番に帰ります。バッター秋山。先ほどのそうですね、ヒットでランナーを1塁に置いています。ファースト。バッターボックスは2番吉田。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ツーアウトになっています。キャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。そうですね。ランナースタート切ってきません。これが5球目、打ち上げた。最後は内野フライ掴んでアウト。これでスリーアウト、試合終了。